はい、何もかも調味料が全部、これ単なる普通に醤油だけで、はい、ちょっともこの卵を強化する。大体わかりません。ちょっと偽りなくこれだけ入れますから、はい、これがね、チチミ。これ追い出ししたらね、またもうちょっとアクが浮くんですよ。これそれまた納品また。はいよ。木曜日ね。うん。頼みますね。湯沸かししてるんですわ。はい。で本茶の出汁はここに入れるんですわ。はい。でそれを起色する形にしていくんですわ。はい。ここに全部移すんですわ。はい。おお。ちょっと今日は冷めないから全部使わんとこ。ちょっとだけ置いとく。はい。でこれをね。今からね、この40分煮やすんですわ。はい、40分間、はい、つく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 で、原液がベースを作るんですよね、はい、で、これを今言いたいの先でも起色していくんですわ。はい、そんだけこれでかなり濃い出汁です。はい、これいちいち分けてやっとったので、もうめんどくさいからね。はい、これ、全然出汁こしの、あれでこすんですわ。はい、でそれのためのこれ今言う起色するために言うわけですね。はい、この40分間はもう別にもうかき回したりちょっとあくとぐらいでもうほったからするとですね、はい、40分間は。あ、でうちベースはね、その出汁とね、はい、醤油と砂糖だけですね。味付けは本当シンプルなんですね。そうそう、ただこの醤油と砂糖は2つのブレンドでしてるんですけどね。あ、ブレンドしてるんですね。ブレンドっておかしいけど、これちょっとこのばかりでちょっと辛すぎてね。はい、まだちょっとご飯食べないんだ。やべえ。この水加減、これでもう大体この手の入れで大体これで分かるんですか。はい、これを焦がしてもまたややこしいんですよ。はい、お宝捨てたら。ああいう世界でね、はい、シビアな世界でね、売れへんやったらもういっぺんに切られるでしょ。やめるでしょ。じゃあ、日清さんも言うてるけどね、カップ麺作ってもね、はい、でほとんどのやつは一回でも話題性だけで、その時売れて、はい、これいきますね、こけるんですわ。はい、でうちその、ありがたいようにカップ麺なんかは年2回定番商品にして、はい、まあ唯一だからうちその定番になって、日清さんが関西で定番になってるのは、徳正藩のカレーうどん。はい、徳正藩。はい、あの招きの駅そば、姫路の、はい、あそことだけですね。まあ徳間さんもこの頃もカレーに移行して、うどんあまりやる気ないもんね。全部譲渡カレーってあるでしょ。ああ、ありますね。あれ、あれ、いや、徳間さんや。そうなんですか。うん、あ、徳間さんや。こう、やっぱり、土曜日と平日とやったら、数の量とかと違う。一緒。あ、そう、さっき言ったみたいに、常に並んでるから。あ、そうですね。今日でも多分来てもらったら、多分朝から、まあ10人は絶対並んでますから。はい、もうそれでね、10人ぐらいしか入れられへんですよ、今言ったみたいに。あ、そうですね。だからもう11人目やってたから、1巡目の後なの。はい、あ、そっか。もう朝からもう溢れる状態で。はい、昨日はちなみに、もう朝一杯詰めから3、40人おったから。あ、すごいっすね。うん。あ、日曜日。日曜日はどうだろう。ただね、そからもう入る分がずっと隙間なく、じゃあおかしいけど、時計とコンサートに入るからね。はい。土曜やから日曜やから行ってね。はい。さあ、書いてね、お客さんの流れがね、
土日の方がゆっくりするからね、あんま平日の方が意外にもある、うん、多い、うん、もう売れる数分かってるから、うん、そう、今日ちなみに仕込むのは110ですね、はい、もうこれ売ったら売り切れごめんけど、これ売るに大体2時過ぎらいまで絶対かかりますね、はい、そんな1時になくなることは出てないから、はい、考えられへんからね。でこれ今こうやってね、はい、こうね、今から全部これ全部投入するんですわ、はい、ちょっと量すぎて、まあ結局どれ一つ鍋が落ちても結局混ぜるから一緒やねん、はい、ちょっとこうやってこれ水干ししたりね、はい、機械のように毎日同じことですけど、もう何もかもさ、測ったりとか、はい、まあ醤油とか大体これで分かるけどね、はい、砂糖の量とかね、もうそんなグラム測りで測ったりとか一切してないから、はい、毎日同じことで、これ一応予備で白だし置いてるんですわ、はい、途中で栄養中合わすんですよ、まだ、はい、いっぺんに合わせて入れ場所がないからね、はい、これも一応これで筋切り1杯で、これ分でこの4リッターを入れるんですよ、はい、これが秘密の返しかな思うけど、単なる醤油で、あ、そうなんだ、普通は返しで、これ何も調合したやつを入れるでしょ、はい、あのうどん屋さんってこのみりんも何もかも入った、はい、業者で買うたりするところもあるし、はい、返しで、はい、何もかも調味料が全部、これ単なる普通に醤油だけで、はい、これももうなんせ全部トータルで4リッターを入れるということで、はい、4リッターの醤油を入れて70リッターの出汁を出す、はい、で、あと唯一入れるうちのあれは砂糖、はい、これも大体これぐらいの量をこう湯がにして、はい、これも大体もうほんまに見るんだよね、まあ、最終的に味は見ますけどね、はい、でも見たら一緒やん、多分一緒の味やから、この調味料とかシンプルで、このお店のあの美味しさっていうのはどこに秘密があるんですかね。肉僕は自分でやってることからもう自分の腹痛めてることから誰にも文句言われることもない、はい、お客さんに還元する、はい、でこの還元の気持ち、ね、この還元、はい、これでだけ100近くあるんですわ、はい、残りのあの気がしたから120やから対応できるようにしてるんですよね。はい。これ5分。これで100杯あるかないかぐらいで。はい、で、またね、うちね、肉吸いするのにね、はい、また僕のこだわりでね、はい、この出汁ね、有効なのがね、はい、3分の2ぐらいですね。3分の1掘るんですよ。はい。アクで、もう掘ってまうんよ。はい。でないとね、肉吸いが済んだ肉吸いになれへんねん。僕は濁った肉吸いって言えばいいのに、大っ嫌いでね。はい。はい。まあ、ほんとに後で、ちょん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 。うちはもう何としてもこの卵絶対大事だから絶対これもう前の晩から冷やして、はい、もう2度ぐらいで冷やして、はい、固まってもたら悪いけど冷やして、はい、ちょっとでもこの卵を強化する、はい、冷ましてこう崩さないそうそうそう、そのままの常温でもしやってもらったら絶対分離するからね、はい、もうダラッとした卵になるから、はい、この白身とこの分かるでしょ、こう盛りじゃないで、はい、こうああいう卵を炊いたら絶対分離できない、はい、これ大体3分ぐらいかかるんですわ、はい、その状態に持っていくに卵をね、はい、忙しい時で120、130って言ったらこれだけでいい1時間近くです、はい、これを店に言ったら真似してとか温泉卵を入れてやることもあるけどね、こんなんちょっと面倒くさいから、はい、温泉卵をパカッて割ってこういう丼に入れて肉吸い掘り込むね、はい、あと上からのっけたりとかね温泉卵を、はい、まあ、温泉卵もみたいな感じにはなるけど、まあ、ちょっと違うけどね、ちょっと違いますね、うん、はい、温泉卵は完全に表面がトロトロ状態ですね、そう、やってる店もあるみたいで、はい、うん、フル回転でバイトの2月後でね、
で、こういうことにしてね、冷ますことによってね、はい、うまいことで、ね、でもこういうのは僕の判断で不合格。こういうのはもう不合格、掘る。もうこれは仕方ないことだな。はい。だから僕のポリシーの中ではね、はい、自分に出されて嫌なもんは人には出さないという。はい。こんなん出されて嫌やないうもんは出したくないよ。はい。はい、こういうのはこうなるでしょ、これ。ああ、ミラー食品ロスだ、食品ロスだけど、一応お客さんに金持って出すもんやからチャンスも作らないね。でこれでね、大体触ったらね、大体僕はこの感覚で分かるんでさ、うん、触ってこのちょっと持ちって、これでちょうどいい感じで、これをね15個単位で作って冷却するんですよ。偽りなくこれだけ言いますか、はい、これがね、父に、このまま入れれたら楽やねんけどね、このあもうそれは気に入らないんですね。さっき今言ったのこれ、これまで1年目が掘りをしてるけど、これ追い出ししたらね、またもうちょっとアクが浮くんですよ。これちょっと出したら、ね、うん、
玉さんと大玉一夜は。うどんと豆腐入れ、はい、豆腐入れがね、うどんで、豆腐になると教えてくれるか、しょうたま1個が、いや、あとつい、何倍一応聞いて、ここまで一応ここまで。4のご飯入れて、翔太は4やわ。そういうことになってしまいました。その方は、はい、トマト味は今や
まあ、愛情がてるね。ガラの悪さの、こんなん売れへんでって言ってや。ガラの悪さ。ほんなら M1 撮ってもうてで。はい。びっくりしもて。それでまた、M1 撮ってからも何回か来てるけどな、サンドウィッチマン。はい。そういうつながりがあるのよ、サンドウィッチマン。やっぱり売れへん時からの付き合いのはやっぱりね。はい。売れてからその、行く人が出てきて、その、ミーハー的なんで、あるけど、そんなんじゃないからな。そんなん売れへんでとか言うたの。そうかな、思ったらね。AKB グループの NME だったでしょ。ありますね。あれがね、ここで僕一人のためにね、ミニコンサートをやるって、ね、テレビの収録で、テーブル全部片付けて、ね、まあ全員メンバー無理やからね、7人主なメンバー来てね、ここで全部踊ってくれて、ね、見とってくれて、そのシーンを撮りたいってね、それをちょっと掲示見て置いとって入ってくれ言うて、期間がある程度の期間、まあ、それ発見テレビで放送してん、こんなのバカみたいに来やがってな、逆すごいね。そのだけで何千人来てすごいじゃん。もうそのメニュー気の砕いてね、スリスリしたりとかね、どこ座りはったんですかとかね、だからはっきりその商売繁盛のお札よりね、そんな感じのお札やけどね、これ効果あるなとか言って、これ印刷して売ったら売れんちゃうかって言われて、売れますよヤフーのオプション出したのか言って、出さんとくらいの時はこれ現物出したのか言って、だいぶの値段つくんちゃうか言って、現物はまだあるんですか。どっかあったら、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